はいどうも、ショートイズのショートです。今回の動画ではメガハースさんのデラックスフィギュア呪術廻戦虎杖悠仁 VS バージョンを開封レビューしていきたいと思います。はい、久しぶりの呪術廻戦フィギュア開封になりますね。で、前回が2ヶ月前ぐらいになるんですけど、この虎杖と同じシリーズの五条先生の開封レビューも投稿しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、で、自分としては市販品で虎杖のフィギュア初めてなんですけど、まあ虎杖の市販品は結構ね、これからって感じがしますね。まあ、大本命の渋スクさん、エスファイアさんも発送がね、多分早くて来年とかだと思うので、まあ現時点では今回のデラックスフィギュアの虎杖かなりいい選択肢だと思います。はい、ということでまずは商品概要から見ていきましょう。はい、今回こんな感じですね。まず発送が2023年の7月28日、定価が税込み 37,400 円になってます。いや、かなり高いですね。で、フリマサイトの相場もちょっと見てみたんですけど、まあ、数が少なくて、まあ、結構ね、定価以上で取引されてる印象でした。ただこちら通販サイトさんによっては新品の在庫残ってますので、まあ、今から欲しい人はフリマサイトより、通販サイトさんで買う方がいいのかなと思います。はい、で、こちら原型がユーボンさんとピンポイントさん、彩色は安藤健二さんとピンポイントさんが担当されています。いや、エスファイアさんも含めてかなり彩色安藤健二さん多いですよね。まあ、今回の虎杖も彩色かっこよく仕上がってるので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで早速開封から見ていきましょう。はい、それでは開封やっていきたいと思います。でかいね、箱。五条先生と同じぐらいかな、あの挙式紫のね。今回ブラインドパッケージになってまして、中身見えない仕様ですね。いや、かっこいいね。いや、めちゃめちゃ良さそうだよ。 VS 顔が似てるんだよね。はい、で、箱上部こんな感じになってまして、はい、で、底面こんな感じですね。で、今回底面に、クレジット記載あります。はい、こちらですね、原型がユーボンさんとピンポイントさん、彩色安藤健二さんとピンポイントさんですね。はい、ということで早速開けていきましょう。はい、まず説明書ですね。1枚ですね、裏面なし。エフェクトの組み立てやっぱりあるみたいです。まあ、そりゃそうだよね。まあ、でも結構五条先生よりは簡単そうですね。まあ、これもね、動画で分かるように説明していきたいと思うので、そちらでご確認ください。はい、ブリスターこんな感じですね。でかい、ブリスターがでかい。そして虎杖は良さそう、めっちゃ良さそう。はい、こんな感じで、2枚ですかね、2枚になってると思います。1枚目が本体で、ここに大きい台座がありますね。で、エフェクトが1,2,3,4,5 個ぐらいあるかな。はい、で、これ裏側になりまして、エフェクトが2つかな。台座は裏側についてるっぽいですね。はい、ということでブリスターも早速開けていきましょう。お、はい、まず1枚目、たどり行こっか。あ、腕がもげている。おお、いや、すげえじゃん。はい、たどり、こんな感じです。いや、顔いい、いい、いいよ、いいよ、いいよ、これ、いいよ。いいね、これ。めちゃめちゃ良くない？いや、かっこいいと思う。いや、さすが、安藤健二さん、彩色、神ですね、これ。神ですね。今回なんか、生えてるんだけど。これ外れるのかな？右腕がないですね。右腕別パーツについてました。これ抜けるか？ん？抜けない？あ、抜けた。はい、こんな感じです。これは補助材いらないのかな？ちょっと後で見てみますか。はい、で、この足のところは、あ、これは抜けなそうかな？これはここになんかつけるタイプかな？多分なんですけど、エフェクトをつけないと、この状態なんですよね。まあ、エフェクトつける前提ではあるので、まあ、特に問題はないかなと思います。多分もうこんな感じですね。はい。ということで本体こんな感じでした。はい、じゃ続いて右腕かな、いますね。はい、こちら右腕パーツになります。あ、やっぱここで刺すっぽいですね。なんでさっきのあの茶色タンカラーのやつはあの、ま、形状維持棒みたいなイメージだと思います。いや、エフェクト彩色めちゃめちゃ良くないですか。クリアパーツなんですけど、ほら白で塗られてて
黒からクリアレッドって感じですね。かっこいいこれ。でこれが黒線のエフェクトでいいのかな。これがね、五条先生の紫のあのバリバリと似てますね。形は多分同じ感じです。ただ色が違うとね、結構印象変わりますね。はい、で残りのエフェクトなんですけど、まずこの黒線パーツが2つ。あとこれですね、サイドの衝撃波っぽいパーツになります。これもなんかサラサラしてる感じで高級感ありますね。はい、こんな感じで、上の段以上です。はい、2枚目。めっちゃ梱包丁寧じゃない？えぐいな。よいしょ。おお。はい、台座こんな感じです。すごくない？いや、五条先生のあの挙式紫よりまたクオリティ上がってますね。正面こんな感じなんですけど、まあ、瓦礫とか、あと特徴的なのはこの木ですね。木がリアル。あ、リアルだね。木目もちゃんと入ってて墨入れされてますね。もともとね、メガハウスさんジオラマクオリティ高いなと思ってたんですけど、このグラデーションがまたね、良くなってますね。リアルな彩色になってます。瓦礫のフィギュアやん、もう、もはやこれ。ところどころ、これも黒線のエフェクトでいいのかな？ちょっとね、あの、2、3匹いますね。はい、裏側もこんな感じ。あんま見れないからね。で、裏こんな感じですね。裏つか、底。はい。で、このなんかベンチみたいなのがいっぱいあるんですけど、これも抜けるっぽいかな？あ、抜ける抜ける抜ける。ちょ、ごめん、映ってなかったの。抜ける抜ける。これも抜ける？あ、抜ける。あ、ちょ、怖いな、これ。ちょっと怖いんだけど。これ中折れ、中折れてちゃうのか。中で折れて残っちゃったら怖いよね。中折れはまずいっすね。はい、こんな感じで取り切りました。ってことで、台座こんな感じです。はい、で、あとエフェクトが2つ。大きいエフェクトですね。はい、こんな感じで、板取りの左右にあるエフェクトだと思います。瓦礫プラス、黒線のエフェクトプラス、衝撃波のエフェクト。これもクリアでグラデーションになってますね。で、これも裏にね、形状維持の入ってますね。もう至るところに入ってます、これ。めちゃめちゃありがたい。これだから未開封のなんか、あの、5、6年ものを買っても大丈夫そうですよね。これが板取りの足につくエフェクトなんかな、あの、両膝のとこにつくエフェクトかなと思います。はい、ということで内容物以上になりますので、組み立てしていきたいと思います。はい、じゃあ見ながらやっていきますよ。はい、まずピン取り外しやりましたね。はい、で、まずは板取りを台座につけていきます。ここに足跡があります。この2箇所に足を刺していきます。こんな感じですね。はい、こんな感じ。結構ね、渋い。あの、これ形状維持のやつ入ってなかったら、やばそう。だからあれだね、あの、箱に戻すときは、あの、ピン刺さないとダメですね。なんでピン絶対捨てないようにしてください。はい、続いて右腕取り付け。はい、これはまあ普通に刺すだけですね。お、板取りが完成した。かっこいい。で、エフェクトをつけていきます。順番にやっていこうかな。はい、ということで、まずこの大きいやつ、つけていきます。これ、両膝ですね。うわ、なんか一気にかっこいい。一気に完成してきた。これもなんかね、渋いだけでそんなに注意するとこはないかな。普通に刺せば大丈夫だと思います。はい、次、こちらつけていきます。結構パーツが左右対称だから分かりやすいね。はい、まず板取りの右側がここですね。わかるかな、この穴。反対が多分ここの穴ですね。これつけていきます。ほい、こんな感じ。はい、で最後この黒線エフェクト2つつけていきます。見えるかな、ここの穴とここの穴つけていきます。はい、完成形こんな感じです。なんかね、パッケージ見た感じ多分合ってると思うちょっとあの、間違ってたら本当ごめんなさい。ちょっとコメント欄で誰か、指摘お願いします。そしたら、あの、固定しとくんで。はい、じゃあちょっとサイズ測っていきますか。これ、むずそうだな、測るの。じゃあまず高さからいきましょう。はい、高さだいたい235ミリです。一応、下から、これですね。この板取りの右手のエフェクトが一番高くなってます。ここまで235ミリですね、だいたい。はい、横幅、こんな感じの向きで測っていきます。はい、横幅190ミリですね。このエフェクトからエフェクトまで190ミリです。で、奥行きが。はい、で、奥行きだいたい170ちょいぐらいですね。台座先端から台座後端までになってます。はい、ということで早速レビューからやっていきたいと思います。
はい、それでは全体のレビューからやっていきたいと思います。はい、で今回の虎杖なんですけど、まず最初の感想としては、思っていたよりすごく良かったです。前回の五女戦で若干顔が似てなかったりしたんですけど、今回の虎杖は顔含めすごく出来がいいなと思います。で、まあ衣服ジオラマ含め彩色はねとても素晴らしいです。さすが安藤健二さんですね。で、一応こちらポージング的には花見線ですかね、で黒線を連発しているとこかなと思います。で、アニメだと全く同じポージングってのは多分ないと思うんですけど、漫画のコマだと上半身このポージングのがあったので多分ね合ってるかなと思います。で、今回も五女戦レベルではないんですけど、かなりエフェクトモリモリになっているので、エフェクト好きにはねこれめちゃめちゃおすすめしたいフィギュアなんですけど、まあ、個人的にはスケール感が少し残念かなと思います。まあ、自分は7分の1スケールで集めてるのでメガハウスさんのね少しちっちゃく感じるんですけど、8分の1スケールで集めてる方にはこれね決定版としておすすめできるかなと思います。はい、それではもう少しアップで細かいところを見ていきましょう。はい、ということで下から見ていきたいと思います。まずジオラマ台座なんですけど、個人的にはね五条先生のやつとかと比べてもかなりクオリティ上がってるなと感じました。まあ、全体的に塗装がねグラデーションが多く使われていたり、まあ、この倒木というか木の部分ですね、かなり細かく造形されていて、それに合わせて墨入れだったり、あと苔の感じもね彩色で表現されています。はい、でパンツになるんですけど、かなり彩色ねグラデーションが強く入っています。正面側は黒線の光で、まあ白とか水色に近い彩色になっているんですけど、まあ、対照的に背中側は黒が強い彩色になっています。はい、で上半身はこんな感じになってます。はい、でまず手なんですけど、かなり細かくね造形されていると思います。まあ、爪はもちろんなんですけど、指の腹のシワの表現だったり、左手とか手の甲の関節表現もねすごく丁寧だなと感じました。で、エフェクトについてなんですけど、手からね出てるエフェクトすごくかっこいいなと思ったんですけど、この稲妻のような形状の黒線エフェクトですね、ここの彩色がもうちょっとねアニメに忠実だったらかっこよかったのかなとも思いました。ここ途中から赤黒にグラデーションが変わるんじゃなくて、黒い芯に周りが赤くねなんか光をまとってるようなエフェクトだとすごくかっこいいのかなと思いました。はい、で制服に関しては下半身と同様なんですけど、やっぱり安藤健二さん彩色ということもあって、エスファイアさんとねすごくグラデーションの雰囲気が似てるなと感じました。はい、でお顔こんな感じですね。お顔どうですかね。個人的にはかなり虎杖のイメージに近くて、今まで見たフィギュアの中でも結構ね似てる方だなと思います。まあ、アイプリだったりシワのねプリントもすごく綺麗です。ただ若干口周りが膨らんでいるように見えるんですけど、まあ気になるのそこぐらいですかね。はい、でデトルフに飾ってみるとこんな感じになります。まあ、ボリュームにしてはかなりコンパクトに飾れるんですけど、結構一体で飾っても迫力あってかっこいいなと思いました。まあ、ただねデトルフの一区画だと紫の五条先生とは一緒に飾れませんでした。まあ、このデラックスのシリーズは一区画一体のイメージかなと思います。はい、それではレビューを踏まえてポイントをつけていきたいと思います。今回の評価はこちらになります。フェイスが5ポイント、造形が4ポイント、彩色が4ポイント、ボリュームが4ポイント、プライスが2ポイントになります。なので今回合計点数76点になります。まあ、感想としては、まあ、フィギュアとしてはねすごく良くて満足感高いんですけど、やっぱり3万7000円ってなってくるとかなり高く感じます。まあ、本当にその分ジオラマとかねエフェクトがボリュームあるので、まあ、ジオラマエフェクトモリモリのフィギュア好きな方にはすごくおすすめかなと思います。はい、ということで今回のデラックスフィギュア虎杖悠仁 VS バージョンいかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの感想も教えてください。はい、ということで今後もジャンプ系を中心にハイクオリティフィギュアの新作情報や開封レビュー動画どんどん投稿していきますので、気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。